どうもリノスマンでございます。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、6月13日日曜日です。いや今日も暑かったっす。暑かったっすか、まあ今日まだ終わってないですけれども、まだまだ暑いです。はい、いや本当にね、暑いのは大歓迎です。夏大好きなんで、はい、そういった感じでですね、今日の動画なんですけれども、昨日に引き続いてスニーカーを買いました。ということで、その買ったスニーカーをこの動画で紹介していきたいなと思います。それでは早速いきます。今回買ったスニーカーこちらです。いよアディダスライバルリーです。こちらを買いました。はい、まあローカットですね。ローカットのライバルリー、そしてニックスカラーでございます。大好物のニックスカラーのライバルリー、いやーついに買いました。これはね絶対買おうと思ってたんでね、いや買えてよかったし、何年生かな、復刻されて、ごめんなさい、何年だっけな、あれどこに書いてんだろう、こっちか、19年、はい、2019年に復刻してましたね。はい、でライバルリーなんですけれども、まあ、もうね、僕が説明するまでもないんですが、 NBA の歴代というか、過去のというか、まあそれもおかしいですね、まあ大スターだったパトリック・ユーイングのアディダスから発売されていたシグネチャーモデルということで、このモデル、まあ後にねライバルリー、コンダクターアティチュードという形でですね、少しずつこうモデルチェンジというかアップデートしていって、ずっとユーイングが履いておりました、よく言えばね、ここのね文字がね、単の文字、ユーイングになっているのが本当は欲しいですよね。まあでもそれはねもうね作れないですからね今はね、まあそこが一つ残念なところですね。はい、いや本当にかっこいいですね。あ、ついでだからねアティチュードも見せちゃおうかな。よいしょ、僕の持っているアティチュード、前もね見せたと思うんですけど、まあ何回でも見せますよ僕は。はい、こちらがアティチュードのハイカットになりますね。だから兄弟ですね、兄弟のモデル、いやこういう感じで、こうなればね、コンダクターも欲しいですよね。このカラーじゃなくてもいいから、なんかコンダクター手に入れたいですね。はい。まあ、ライバルリーもね、復刻されたやつで、黒もあるじゃないですか。あれもちょっとね、欲しいですね。あ、肝心のお値段言ってなかったですね。こちらね、中古品を、得意の某フリマアプリで購入いたしました。こちらのお値段が送料込みで、3400円でーす。3400円で購入しました。ねえ、かっこいいです。な、ニックスカラーって言えば、ついでにね、あれだ、この間、何月かな、ちょっと前に買った、フォーラムの絵を、フォーラムのニックスカラーも出そうかな。いや、かっこいいでしょ。いやー、ライバルリーフォーラム、アッチューハイカット。いやー、こんな感じでね、こういう風に眺めてね、いつもね、ニヤニヤしてるんですよ、僕。いやーいいです、本当にかっこいいです、なんかスニーカー好きな人でこのモデルを嫌いだっていう人に僕巡り合ったことがないですね。本当にアディダス好きじゃないっていう方も、あ、そっかいるか、まあそういう方にはねどうかと思いますけど、まあこれ文句のつけようがない一足ですよね、このモデルはカラーといい、これも最高にかっこいいです、これは。はい、もしね、まあ迷われてる方いないかもしれないですけど、これはね絶対持っといた方がいい一足なんで、はい、僕からもおすすめしたい一足ですね。こんな感じで、今日はアディダスのライバルリー、これを買いましたので紹介させていただきました。ついでくんもいます。はい、おお、落ちちゃった、大変だ。ということで、今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日は以上になります。どうもありがとうございました。